西岬観光は、千葉県千葉市に本社を置く BE トランセホールディングス、傘下のタクシーバス会社である。西岬観光は、BE トランセグループの創業企業であり、1965年にタクシー5台で営業を開始した。西岬は、創業者の出身地に近い南房総エリアの地名である。本社は当初、千葉市中央区南町にあったが、 宮崎町を経て1994年に現在地の緑区椎名崎町に移転した。タクシー事業のほか、1992年から、女西国際大学の送迎バス運行を行っており、県内外を含め6ルートに拡大している。また、1999年には、千葉県内初の介護タクシー、2002年には、県内初のタクシー運転代行を開始した。 2006年には JR 蘇我駅から千原台方面への深夜、帰宅者向け乗り合いタクシー、西岬ナイトシャトルを開業したが、その後休止、2010年からは同系車両を使用して、千葉市成田空港間を結ぶ空港乗り合いタクシー、マイタウンシャトルを運行していたが、こちらもサービスを終了した。成田空港アクセスについては、グループの平和交通も高速バス。 ザアクセス成田の運行を開始したが、大幅な増便により、高速バスの車庫が不足したため、2015年に本社内に平和交通シーナザキ営業所が併設されたが、2017年からパスモに加盟して、高速バス事業に参入の後、平和交通シーナザキ営業所を引き継ぐ形で、ザアクセス成田をはじめとするグループ路線の一部便を担当するようになっている。なお、 流し営業のタクシー部門は、三谷エミタスグループに売却されているほか、前述の通り、マイタウンシャトルも2018年1月に営業を終了し、グループスローガンに反しタクシー事業は行っていない状態となっている。西岬観光の高速バス。ありがとうございます。